皆さんこんにちは。さあ今日はですね、こちら PGY テックのキャリングケースを紹介します。PGY テックといえばね、 DJI のドローンの様々なオプションパーツや、まあ、GoPro ですとか Osmo ポケット、Osmo アクション、そういったもののね、いろんな、オプションパーツを作ってるメーカーになっています。最近はカメラバッグ本体を作ってたりして、なかなかね勢いのある会社です。まあそこのキャリングケースってことでね、様々なこういうデジタルガジェットとかを収納するのぴったりのケースとなっています。でパッケージを開けるとケース本体とこのような紙が2枚とステッカーが入っていました。でこの紙の裏の方にはね、簡単な使い方も、書いてあるので、まあ、初めてこういった製品買う方でもね大丈夫かと思います。こっちの方はなんかこの合格書っていうんですかね、まあ、検品したら大丈夫でしたよっていうやつなんでしょうか。で、このステッカーもついてます。この PGY テックのね、ステッカーかっこいいですよね。で、このケース自体なんですが、本体はですね、このハードシェル型のケースなんですが、ちょっと弾力がある感じがします。ナイロンと EVA って書いてますね。で、サイズなんですが、251×170× 厚さは 86mm となっています。何も入ってない状態で 382g と、ちょっとね、こういったポーチとかの中では重い方ですね。まあ、質感とかはね、かなり、いいですね。このサラサラした感じがまたいいですね。でジッパーなんですが、ここがねちょっと個人的に気になったのが、取っ手は金属製なんですが、肝心のジッパーはこれねプラスチックなんですよね。なので YKK とかそういった商品ではないので、少しね強度的にはね、大丈夫かなっていうところはあります。まああのあんまりね、そのこういったケースってごちゃごちゃ入れるものではないですから、多分大丈夫だと思うんですけども、まあ、長い間使ってると少しね破損しそうな恐れがあります。で、ポーチを開けてみるとこんな感じ。なかなかね、あの収納力は、ありそうですよね。ちなみにですね、こんな感じで乾燥剤と、あとディバイダーですね、この仕切りの板です。それが、大きいのが2枚、小さいのが 1,2,3,4 枚入っていました。これを組み合わせることでね、様々な、デジタルガジェットを収納することができます。そしてこっちの、上の方の蓋にはこのメッシュのポーチですね、これが大きいのが2つ付いています。でここにもねマジックテープが付いてて、こうバタバタしたいのがいいですよね。でこのマジックテープをバリッと開けますと、ここにはですね SD カードですとか、他にも、これはケーブル類ですね、そういったのをまとめるためのこのオーガナイザーですがあります。この上の方は本当に SD カードですね。でさらにもう一つ上の方にはこの、メッシュの大きいポケットが付いていて、かなりここにもねいろいろ物入れれそうですよね。で実際のところこのね深さなんですが、深さが約4センチありました。なので、その範囲のものであれば大体収納することができそうですね。そうですね、それでは、まあ、適当にこの辺のディバイダーを使って、僕の手持ちの、ね、小型カメラ一式を、ね、収納してみましょうか。さあちょっとね悪戦苦闘していますね。これねちょっと難しいですね。それを難しくしている理由の一つなんですが、まあ、例えばこういった DJI アクション2をこの下に配置しようとすると、まあ、こんな風にね、簡単に止められるかと思いきや、ここ見てください。このマジックテープの位置が絶妙に悪いんですよ。これね両方これ表面に2つついてるんじゃなくて、こっち表面ならこっち裏面になってしまうんですね。なのでちょっといびつな形で固定しなきゃなんないんですよね。そのおかげで極端に長いか極端に短いかしかちょっとこれ設置今んところできないんですね。まあもちろん入れるものによってね違うかものだったらまたこうピッドンピシャになるかもしれないですけども、少なくともこれ DJI ポケット2ね、こううまい具合になんか収納しようとすると、まあね、こんな風にこう形に沿わせて一応ぴったりには入れれるんですけど、そうするとここの面積が広すぎてこのちっちゃい仕切り板がどう頑張ったってうまく入らないんですよね。ちょっとこれどうなってんのって、このうまくねテープで留めると今度こっちがバリバリって剥がれてきてしまうし、今度こっちを留めようとするとこっちがバリバリって剥がれてきてしまって、なんか全体的にねこううまい具合にピタッとはまらないんですよね。なのでこれ結構こう難しいな。まあ慣れてくればね多分その辺うまくできるんですけど、なんかこう物入れたらここのテープがバリって取れちゃうし、今度こっちをこうね
取ろうとするとこっちがバリって取れたりして、なんかこうしっちゃがめっちゃがになりそうな感じなんですよね。まあとりあえず何とかこの辺のものをね収納できるように頑張ります。はい、なんとか吸ったもんでありましたけどね、形になりました。でちょっと一工夫したのが、この長い式リーダーを上と下にそれぞれ1枚ずつ貼り付けることによって、この短い式リーダーのマジックテープの長さをなんとかね稼ぐことができました。であとね、使ってない式リーダーを横の方に貼り付けることによって全体的な強度をなんとかかんとかね持たせることができました。多分これだったらこういう風に物ボンボンって入れてもすぐバリバリっていくことはないかと思います。ちょっとここに関してはね癖が強いですね。あ、でもねこうして入れてみると結構いい感じですよね。全体的にピタッと収まりがいいです。でさらにこの上の方のメッシュポーチはまあ何も使ってないんで、こんな風に GoPro のバッテリーですとか、まあ他にもそうですね、こういった ND フィルターですか、こういったものをね入れてもいいかもしれません。でさらにまだこの上の方には余裕がありますので、ここにはそうですね、モバイルバッテリーとか他にも、まあ、ケーブル類とかね、あとこの辺に、まとめておくのもいいかもしれません。うん、まあこうしてみると結構こうあれですね、物入りますね。まだまだこれでもね上とかの方には余裕がありますから。で最後はこれ、まあ、閉じるんですけども、ちょっとねそうそう、これねほんの少しね見づらいですけどね、これ高さオーバーしてですね、オーバーしてもまあこれじゃちょっと柔らかい材質なので、うん、ほんの少しねオーバーしててもジッパーで締めてしまえば、はい、このくらいの弾力性はあるんで大丈夫ですね。まあ、やっぱりちょっとジッパーこれ不安になりますね。プラスチックなんでパキッていきそう。はい、で閉めていました。で上の方にはキャリングハンドルもあるんで、あとはバックパックとかにねそのままボンって入れてしまえば、こういったデジタルガジェットとかもね、持ち運ぶことができそうです。はい、いい感じにねまとまってくれました。まあそうですね、あとはじゃあドローンとかもね入るか試してみましょうか。手持ちのねドローンなんですが、マビックエア2と、あとこういったコントローラーですね、あとバッテリーやランディング用の足、ND フィルターとかこういったもの一式ですね。まあこのくらいなんでおそらくね入れることは、できるかと思います。それじゃちょっとね、収納してみましょうか。はい、ちょっとねできるなんて大見え切って言っちゃいましたけどごめんなさい。どうやらこれね本体折りたたんでも結構サイズがでかいんで、ご覧ください、全く閉まらないです。なので、まあ、ドローン本体はまた別のものに入れといて、それ以外のこういったコントローラーとかバッテリー、まあ、このあたりは多分収納できるので、こっちをやっていきます。はい、なんとかねこのコントローラーやバッテリーとかね一式収めることはできました。まああとは本当にちっちゃい、まあ、こまごましたものなんで全然ねこの辺にババって人に入れてしまっても、問題ないんですが、そうですねドローンに関してはマビックエア2ぐらいのサイズだったらもう無理なので、まあこれよりかもさらに1段階ちっちゃい、そうですねマビックミニですか、あれくらいだったらもしかしたら入るかもしれないですね。うん、200g 超える大きさのこのドローンではごめんなさい、ちょっとねこれ収納は無理でした。さあということでね、この PGY テックのキャリングケース見てもらいましたが、どうだったでしょうか。こういった小型のカメラとかね、入れるんだったらいいんですが、ドローンに関してはあんまりおすすめできないですね。まあマビックミニとかもっと小型のタイプだったらいいんですけども、ちょっと中型になってくるともうこれは入れることはできませんでした。でさらにね、先日購入したね DJI のアクション2も追加で入れてみましたが、この状態でもね全然蓋閉じることができるので、まあ、こういった小さいカメラとかねまとめて持ち歩く人はおすすめです。旅行とかに特にいいですね。まあ僕も来週からちょっとね1週間くらい、旅行行くので、その時にもこれ持って行ってね、この辺の、カメラとかをこ うまく取っかえ引っかえやっていこうかなと思います。はい、まああとはこのジッパーの部分がプラスチックっていうところで、そういったところで、ちょっと耐久性は気になるところはあるんですが、それ以外はねすごく、うまくまとめることができるケースなので、ぜひね皆さんこういった小物とかたくさんね持っている方いらっしゃいましたらね、ぜひこの PGY テックのねキャリングケース、検討してみてください。でさらにこれよくも1段階ね、小さいケースもあるので、どちらもね動画下の概要欄に載せておきますので、合わせてチェックしてみてください。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね皆様も何かも参考になれれば幸いです。で今後ですね、こんな感じでデジタルガジェットとかね撮影機材の紹介がありましたらどんどんやっていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。